どっち？さあどっちか来たまえ。後ろから来るやん。終わった、終わってる、終わってる。つらい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 。これさ、倒せる人いるの？皆さんこんにちは、モンハン初級者です。今日はずっと行けていなかった競争襲来激高したラージャン2頭のクエストに行ってみたいと思います。別に避けていたわけではないんですけど、なぜか行くのを忘れていたので、今回は初見で行ってみたいと思います。今回使う武器は、先日激高ラージャン1体を倒した時に作った心眼付きの雷耐性の氷属性たちで行きたいと思います。全体のステータスはこんな感じで、雷耐性が強くなっています。スキルもこんな感じですね。いやー、ちょっとね、どうなんだろう、行けるかな。それでは行きましょう。なるほど、体力は増えるから、どうなんだろう。でもラージャンの火力次第ですよね。火力上げていこう。さあて、まずは、あーでもあれだよね、まだこれ使えないんでしょう。とりあえず1体ずつ慎重に倒していきましょう。まだ気づかれてないからね。あ、狙ってくるんだよね、あれ。あー、気づかれた。どっち？どっ そんなの、なんなの。ちゃんと攻撃。おお、ちょっと画面画面画面。どっちどっち、私どっち、私どっち、攻撃してるの、どっち。はい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 、やば、なんでこら。ダメなんだよ、激高ラージャンってさ、逃げてるだけだと倒せないんだよ。あー、前回一体を倒した時にね、逃げ回ってたら時間がなくなるっていうことが分かったから、ダメなんですよこの戦い方。へえ、この子だよね。あこれ柵ないと無理でしょ。はい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 、どっちか分かれてくださいませんかね。どっちか。あ、来た。よし。あつらい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 。これ、これさ、倒せる人いるの？倒せる人いる？いる？待って、わかんないもん。どうしたらいいの？どうしたらいいの？ほら、後ろから来るやん。終わった、終わってる、終わってる。どうしたらいい、どうしたらいい。ほんと、あれが間違ってる、戦い方間違ってる。こういう単純な攻撃だったらいいんだけどさ、飛び攻撃とかいきなり来られると。ほら、もう来るでしょ、もう来ること分かってるんだよ。これ柵ないと無理だ。しかも柵下手やったし、めっちゃ柵ないと無理なのに、あの人たち2人一緒にいるんだけど、でも大きい方の方がいいかな。蒼龍って言ってる。どこ？あ、蒼龍だから攻撃してこなかったんや。なるほどね、これは大事なダメージだ。頑張って。あ、乗り換えた方がいいじゃん、これ。何やってんだ、私。乗り換えた方がいいわ。強っ、このラージャンめっちゃ強っ。おっきいラージャンめっちゃ強いね。これは分けるチャンスではない？ほら、最高。あー今のうちに倒すしかない。なんということでしょう、こんなんで失敗できないから。この人しびれてる。うーん、邪魔。どう見ても邪魔だよ。どうか別々に来てください。別々に。
別々に来て。いいいいいい。ああ、来ないで来ないで来ないで。いい。よっしゃ。大事ならね、まだまだいいんですよ。やばい、もうこういうの決めていきたい。もったいない。誰に当てたのかよくわからんけど、さあどっちか来たまえ。はい、オッケー。何回やんの。いいけど、よいしょ、カウントアリー。お、激流走来るか。最高、ありがとう。激しい。オッケー。当たるの？え？水月間に合う。水月。ああ、かけり虫がなかった。タイミングずれてるよ。なんと弱りが見えるだって。ちょっと待って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 。え、ラージャンってさ、罠効くっけ。罠ってさ、罠とかさ効くのっけ、この人。はい、これで安泰ではないですか。ちょっと効いたらいいけど罠。おお、罠は効いたが捕獲は？あ、できたー。最大サイズ、嬉しい。よかった、大きい方から倒して。まだ時間大丈夫かな。あとはもうあと1体だけなので、しかもなんかちっちゃそうなんで行きましょう。なんかちっちゃい気がする、この人。V 破壊ごめんね。はいはい。あ、ダメだった。やだよ、決めてよ。捕獲してしまったんですけど、いや無理でした。
体一体に集中して戦うタイプなので、もう2体同時とかが一番苦手なんですよね。この柵を使うしか私にはできません。これ柵なしで行く人マジですごいと思います。おお、あ、捕獲素材、捕獲報酬があるんだ。やっぱりね、16分22秒で倒せました。あ、キュリアクラウンか。そっかそっか、これでキュリアクラウンが生産できるようになるんだね。一回力尽きたんか、忘れてた。まあ初見はこんな感じでした。とりあえず今日はイベントクエストの激高したラージャー2体を初見で倒すことができました。確かマスターランク50の解放条件の激高ラージャーでめちゃくちゃ練習したので、その甲斐があったかなと思います。それでは本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これからもサンブレイクをやっていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。正直尺がなかったらきつかった。さあどっちか来たまえ。